おはようございます。はい、テロップがなかなか打てなかったんです。おはようございます。扇風機が今直行で目が痛い。おはみ、おはようございます。昨日は皆さんライブありがとうございました。ありがとうございます。やばい、見て涙が。コジーさん、バラありがとうございます。見に来てくださった方いますか？それとも配信の方もいますかね？ちょっと待って、反対方向に向けました。ハスキーさん、ベンライトありがとうございます。雨の動物園かわいすぎた。そうなんです、あのもうほんまに酔いたくて酔いたくて仕方がなかったんですけどね、ライブ前からずっともう決まってたことなので、もうあの酔いたくてしょうがなかったんですけど、最後までねネタバレしずにあの本番を迎えれたのでよかったです。しげやんさん、ハートありがとうございます。そう、なんかあの雨の動物園するってなって、うわーってなりましたね。しかもねパンダ切れたんですよ。雨はねパンダが好きなのでめっちゃ嬉しかったです。説明がねさん、ベンライトありがとうございます。アーニャさん、ハートありがとうございます。リナちゃん、ハートありがとうございます。まんじゅろさん、だるま、ありがとうございます。何の動物やるかどうやって決めたんだ。なんかもうなんかそのイメージとからしいです。あれあの誰が決めたの、多分あの何やっけ、マネージャーさんか、それか衣装さんが決めてると思います。はい、ベリマヤさん、ハートありがとうございます。なんかマネージャーさんに、アミはパンダにしといたでって言われました。ありがとうございますって言って。ベリマヤさん、バラありがとうございます。マキマキちゃん、ハートありがとうございます。アミタン、コンサートお疲れ様。アナちゃん、ありがとうございます。エサイシーさん、ハートありがとうございます。SIC さん、だるま、ありがとうございます。りょうじさん、だるま、ありがとうございます。そうで、あのこの前のライブよりも曲数は自体は少なかったんですけど、9期として出られる曲が多かったので、あのむちゃ何ですか、たくさん出番があったので嬉しかったです。まっつんさん、ハートありがとうございます。そうなんですよ、あみはね、あそう、ほんであの結構すぐにあのその急遽ねあのお休みになっちゃったので、ゆきのんが練習してたのでね、せっかくなのでまたみんなで踊りたいと思いました。そうで急遽ね場所が変わったりしてて、片思いより思い出をっていうのが曲があるんですけど、その曲全部場所変わって編み、そうむちゃ焦りました。ひろゆきさん、レターありがとうございます。もーちさん、お疲れありがとうございます。そうめっちゃ焦りましたけど、まあ楽しくできたのでよかったです。すいません、あくびが止まらないんですよ。ひろゆきさん、お疲れありがとうございます。他
にも変わった子いるなって。あー、なんか隣の子がよく変わってたんですけど、アミが結構隣多かったのでほとんど全部変わりました。ランディさん、ロウソクありがとうございます。マボさん、ハートありがとうございます。キャンちゃんハートありがとうございます。パンダの自撮りとかあるって、あの今日の朝ツイッターが上がるはずなのでぜひ皆さん見てください。あとね、 TikTok もちょっと昨日上げれなくて、今日の朝上げたので見てください。てっちゃん、ハートありがとうございます。アイパンダ可愛かったありがとうございます。昨日アミタ目の前通ったけど反対側見てて気づかれなかった。あ、見つけてましたよ、舞台から。ひろゆきさん一番前の列にいましたよね。なんか中に2階の列の、そう、見つけてましたよ。そう、ツイッター楽しみにしてください。いいねお願いします。タウンさん、ハートありがとうございます。てっちゃん、ハートありがとうございます。まだね、お仕事とかで見れてない方とかもいると思うので、配信のアーカイブあるのかな、わかんないですけど、あったら見てください。のみたん、おはよう、グルト。ずっとアンナちゃんと可愛い連発してた。ありがとう、リナちゃん。のみたん、あやみちゃん、よしみん、同時に配信始まってどれ見れば迷うか。どれ見ればいいか迷う、嬉しい悩み。ここ見ててください、ぜひ。てっちゃん、ハートが3つのやつ、ありがとうございます。でも、なんか、あの、あみ的に、あ、そう、あとしかもね、聞いてください。あの、昼公演の、何こう、あのライブの終演後っていうんですか、終わって後に鍵穴を捨ててもらったんですよ。めっちゃ嬉しかったです。本当になんかでも急に言われて鍵穴するよみたいなで、えーってなってやりました。あ、マルクナッテさん、あ、マルクナッテさん、はじめまして。そうなんです。ほんであとはね、去年は9期の候補生としてね、12周年ライブに出てたんですけど、あのもう今年はメンバーとして出れたので、何ですか、すごいですよね、すごいですよね。1年前はあのどちらかというと舞台には立ってたけど、そのお客さんと同じぐらい見たりしてたので、なのでなんかすごいなと思いました。1年前もね、そう、あのなんかその NMB48 って曲だったんですけど、その時にねアーノンさんとかと一緒に踊らせてもらったんですけど、もうなんかキラ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 輝いて見えたんですけどね、そんな方と一緒に今踊ってると思うとちょっとすごいですよね。アンナちゃん、ハートありがとうございます。マボさん、小判ありがとうございます。ひじまるさん、ハートありがとうございます。ゴルさん、だるまありがとうございます。そう、めっちゃ緊張した。念願のパンダになってよかったね。ほんまにパンダになってたことが一番嬉しいです。グッド。めっちゃ可愛いんですけど、あれめっちゃ切るの難しいんですよ。実は簡単そうに見えて、なんか着ぐるみやから、ほんでね、ここかぶれないんですよ。あのめっちゃ首元がちっちゃくなってて、全員そう、ここのボタンをブチブチブチってやらないといけないんですけど、もうボタンが多すぎてどことどこをくっつけるのかが分からなくなっちゃうっていう感じです。ゴルさん、ハートありがとうございます。昨日はお疲れ様、ダニエルありがとう。
あの、なんだっけ、ちょっとだけ通りましたよね、前。夜声見つけてくれてありがとう。めちゃくちゃ嬉しかったよね。ありがとうございます。りなちゃん、バラありがとうございます。あんなちゃん、ハートありがとうございます。おはよう、ライブお疲れ様。ふーたん、ありがとうございます。配信で見てたけど、みたいなたくさん映ってたよって、え、嬉しい、ありがとうございます。ちいこさん、おはようございます。 SIC さん、ハートありがとうございます。カニさん、ハートありがとうございます。鉄メガネさん、ハートありがとうございます。りなちゃん、ハートありがとうございます。普段からバンダイを連れてるのが迎えた瞬間ね、ほんまにめっちゃ嬉しかったです。あとでカメコ写真あげとくねって、安兵衛さんありがとうございます。あのね、ウインクたくさんしたんですけど、多分できてない気もするんですよね。やばい、目がほんまにやばい。ちょっと待ってください。アンナちゃん、ハートありがとうございます。ゴルさん、音符ありがとうございます。あ、そう、9時になったら慌てて、そう、中学生開けてた。そうなんです、聞いてください。あの時に渚さんがね、おしゃべりしてくださってて、アミこうこっち向いてたんですね。どちらかというと渚さんがアミよりも、あの上手側、左手側に、舞台から見て左手側にいたので、こう向いてたんですね。そしたらマネージャーさんがなんか髪上げてるんですよ。で、よく見たら中学生って書いてるんですけど、中学生の下が見えなくて、あと5分とか書いてたらさ、ちょっと今履けるわけにもいかないなと思って、なんて書いてるんやろと思ってキョロキョロしてたら、あのもう一人のマネージャーがこうしてくれたんですね。履けてきてっていう。ほんで、あ、履けないとやばいと思ってて、アンコール始まる前に時計見たら、あの残り15分しか出れないことが分かったんですね。もう8時45とかだったので、なので、あ、いつ履けるになってもおかしくないなと思いながら出てたんですね。ほんでこっち見た時に中学生って書いてあって、こうされたから、あ、履けたらいいんやと思って、その時にあのミーナさんとかリサさんとかあやみちゃんとか、あの気づいてなくて、誰も。そう、ほんでアミが気づいた時に、あの黒島さくらさんも一緒に気づいてくださって、アミがあやみちゃんにめっちゃ視線を送ったんですね。そしたら視線を繰り返してくれたんですけど、気づいてなくて、あの口パクで履けるって言ったんですね。そしたら、あ、ってなって、で、その時に黒島さくらさんの隣にね、みひなさんがいたので、黒島さくらさんがみひなさんに伝えてくれて、でもなんか渚さんが喋ってるから履けていいのかが分かんなくって、履ける履けない履ける履けないじゃなくて、めっちゃフェイント打ってたんですけど、あのもう履けちゃえってなって履けました。でもその時にあの4人は固まってたんですけど、リサさんが固まってなくて、でリサさんがなかなかその気づいてなくて履けてなかったんですけど、その時にあのユーミさんがちょっと後ろを向いて履けるっていう、なんか口パクをやってくれたらしくて、でリサさんも右でなんか、あ、履けたなってのは見えたらしいんですけど、衣装トラブルとかかなと思ってたらしくて、でパッて履けて間に合ったっていう。でも本当にこれいつもそうなんですけど、うまく履けれなかったらなんかこれからライブができなくなっちゃうんですよ。その法律で決まってるらしくって、9時以降は中学生やったらダメとか、そういうのを超えちゃうとなんかダメらしくて、だから危なかったです。ほんまにむちゃマネージャーさんに褒められました。気づいて偉いよって。そうなんです。なんかもう履きていいのか悩んじゃうんですよね、こういう時って。りなちゃん、ハートが3つのやつありがとうございます。やばいやばいやばい、待って、めちゃ戻っちゃった。あんちゃん、だるまありがとうございます。あんなちゃん、バラありがとうございます。ダニエル、タコさんありがとうございます。
もいちさんお疲れ、ありがとうございます。そうタイミング難しい。まきまきちゃんハートありがとうございます。りなちゃんハートが3つのやつありがとうございます。あっすーさんハートありがとうございます。あ、15分経過です。ありがとうございます。デイビッドさんバラありがとうございます。スマホで撮影可能タイムアミとアイナイナ寂しかった、いつか撮れますように。ほんまに悲しかったんですけど、アミはとにかくアンゴールのその三日月で、あの三日月の背中を、あ、間違えた、カシア、それそう、あの三日月とあとあれが出れたので、365日の紙飛行機、あのはい、もうそれが出れたから、そのアンコールで立ち歩くんですね。で、そうファンの方の前通ったりするので、それ出れなかったらほんまに泣きます。それだけ出れたらよかったです。でもこの前はね、この前のライブはなんかボールを投げるところがあったんですけど、間に合わなくって、ボール中学生投げれませんでした。うん、それではそろそろ終わりたいと思います。ともりんさんハートありがとうございます。鉄メガネさんバラありがとうございます。りなちゃんくまさん、あ、くまさんありがとうございます。あ、音声なしで見ていますって。コニタンありがとうございます。もちさん花束ありがとうございます。もちさんも遠いのに来てくださってありがとうございました。ではそろそろねやりたいと思います。1位はダニエル、 何が来ますか、何書きますか。さあ、さっき壇上読もうかな。かよちゃんハートありがとうございます。13位まきまきちゃんありがとうございます。12位あんなちゃんありがとうございます。11位まぼさんありがとうございます。10位べりまえさんありがとうございます。9位鉄メガネさんありがとうございます。あ、変わった。13位アンナちゃんありがとうございます。12位マボさんありがとうございます。11位ベリマイさんありがとうございます。10位マキマキちゃんありがとうございます。9位コジさんありがとうございます。8位てっちゃんありがとうございます。7位マジさんありがとうございます。6位シジマールさんありがとうございます。5位鉄メガネさんありがとうございます。4位ひろゆきさんありがとうございます。3位ランディさんありがとうございます。2位ひなちゃんありがとうございます。1位はドドドドドルルンダニエルでした。ありがとうございました。前回投げれなかったボールはどうなったんで、劇場にあります。え、昨日の動物園自画像、あ、分かった、分かりました。でもなんかそのショールームでね、かぶり物系もやってるので、どうやって書いてたっけ、やばい、待ってくださいね。どんなんだっけ、どんなんだっけ、ここ黒かったっけ、はい、出来上がり。できた、じゃーん、キラキラキラ
はい、チーズ。カシャカシャカシャ、あ、はい、カシャ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 、オッケー、はい、ありがとうございます。あ、間違えた。はい、ということでね、終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。はい、ライブもね、見に来てくださってありがとうございます。ということで終わりたいと思います。明日の配信もまた見に来てください。じゃあお仕事とか頑張ってください。ありがとうございました。バイバイ。